皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。さてウォッチ&ワンダース引き続きやっていきたいと思います。今回はバシュロンコンスタンタン三大ブランドの一角ですね、新作見ていきたいと思います。他のブランドについても随時まとめております。再生リストの方にもまとまっておりますので、ぜひこちらも一緒にご覧いただければと思います。お祭り楽しんでいきましょう。はい、ということで今回はバシュロンコンスタンタン見ていきたいと思います。新作こちらです。レトログラード3つ並んでます。この他にもいくつかあるので1個ずつ見ていこうと思います。ちなみにレトログラードっていう機構なんですが、こちらここの部分、ここもそうですねの部分見ていただくと、通常時計って円運動なんですけど、レトログラードはフランス語で逆行っていうことを意味する言葉なので、これ円運動途中まで行くんですけど、元に戻ってもう一回ここから始まるっていう、こういった機構です。もともと17世紀後半ぐらいにはすでにあった機構というふうに言われていて、ただ精度が出にくいよということで、一時消えてたんですよね。というところから復活したのが1990年代、ピエール・クンツさんという独立時計師がいるんですけど、その人を筆頭にこう復活したという流れになります。実用においてはそういう流れになるんですが、ただバシュロン・コンスタンタンがやるっていうとまたちょっと意味が違ってきますよね。このブランド1755年創業なので、おそらくその時代まだレトログラードって普通にあったと思うんですよね。っていう時代にできたブランドがレトログラードをこうやって今やってくるっていう、なんかそこに意味は感じるんじゃないかなと思います。で、一個ずつ見ていきたいと思います。まずは人気モデルですね、オーバーシーズのコレクション、ここにレトログラードが加わりました。ムーンフェイズとレトログラードデイト、カレンダーがレトログラード表示になっているものです。で、ここには月齢の表示がありますね。で、これもともとは2017年にパトリモニーコレクションの方で展開されたレトログラードデイトムーンフェイズ、そのムーブメントを基本としてオーバーシーズ用に再設計しているというものになります。オーバーシーズというかスポーツウォッチにレトログラードってどうなのって思ったんですけど、初めの感想は。でもなんか不思議と整ってますよね。オーバーシーズってやっぱキャンパスとしても優れてるなって、こういうのを見ると思います。あとやっぱりバシュロンコンスタンタンだから面白いよねって素直に思える、そこもありますよね。やっぱりバシュロンらしさってなんだって言った時に、らしさがすごく見つけづらいブランドだと思うんですよ。らしさがないことがらしさであるっていうか、変化し続けてることがこのブランドのらしさになるので、もちろんこの古典複雑機構レトログラードを積んでるっていうところは、昔のものをこう踏襲して今に蘇らせてるっていう、そこはあるんですけど、でもその上でこれをスポーツウォッチに乗せてしまうっていうところが今回のバシュロンらしさなんじゃないかなと思います。こちら月齢表示の方は122年に1回調整すればいいというパーペチュアルムーンフェイズと呼ばれるものですね。通常ムーンフェイズっていうのはだいたい1周期29日と12時間ですか、29日半っていう括りで通常は作るんですね、実用時計の場合は。ただそうすると1周期あたりだいたい45分以上のズレが出てくるんですよ。そのズレが大きければ大きいほど調整しなきゃいけないタイミングっていうのは早く来るんですけれども、それが次の調整まで122年ということなので、単純に29日と12時間ではなくて45分っていう単位まで揃えられているということですね。で、今回複雑機構を積みながらもサイズは 41mm 系、クロノグラフまでのサイズはいってないです。通常の 3C モデルと同じサイズ感に収まってます。厚みも 10.48 ということで、厚すぎず薄すぎずなので、こういったシャツジャケットスタイルにも合わせやすいサイズ感になってます。そしてオーバーシーズといえばですけれども、こちらベルトもクイックチェンジが可能になっていますので、革ベルトであったりファブリックのベルトであったりメタルベルトであったりっていうのをこうさっと交換できるというところも良いところとして残っています。ブルーの文字盤も相当綺麗ですよね。公式の映像でレトログラードのチェンジが見れるので、あ、今動きましたね。もう一回見てみましょう。31から1に飛びます。早すぎて見えないと思うんですけど、もう一回見ますね。はい、ここ飛びましたね。こんな感じでレトログラードこういう機構になってます。では続いていってみたいと思います。続いてはこちら、パトリモニーのデイデイトレトログラード登場しています。ムーンフェイズではなくて今度はデイデイトですね。これも 2,3 年前に先にホワイトゴールドのモデルが登場していたんですが、今回はプラチナのケースにこの文字盤、サーモントーンの文字盤を備えたプラチナ950ケースで洗練されたスタイルを永続させますということで、バリエーション展開ではあるんですけれども、プラチナで上位機種を作ってきたという感じでしょうか。
で、先ほどと違うのはここがムーンフェイズではなくて曜日の表示になってますね。曜日の表示になっていて、ここもレトログラード方式です。こちらも映像あるんですけど、公式映像ですね。こんな感じで。これすごい繊細なんですよ。文字盤の糞のところをドットの金属埋め込んであるんですよね。あと驚くのはこの針先曲がってますよね。もう一回見ましょうか。ここ針曲がってるの分かりますか？ここです。ここ曲がってますよね。これ当然ながら風防、このガラスがあるわけですけど、サファイアクリスタルのガラスが守ってるわけですけど、その形っていうのは文字盤の中心からこの際に向かってだんだんこう下がるようなカーブを描いています。で、そのカーブに合わせて当然ここっていうのは一番狭くなるんですね。文字盤の間とガラスの隙間っていうのはすごく狭くなります。ここの隙間っていうのがなんと1ミリ以下というところで、1ミリ以下のところにアワーマーカーと針がすれ違うわけですね。ここのギャップの作り方、一体どうやってるんだと思うほど本当に繊細な作りになっています。まあ、当然曲げないと針とガラスが触れてしまうということで、ここが曲がってるわけですね。アトリモニー最近はケース径が大きいので、フェイスデザインバーンみたいな感じで見られることが多いんですけど、意外とそういう細かいところを見てこそこの時計の本当の美しさというところに気づけると思います。まあドレスウォッチ全般そうだと思いますけどね。細かいところによればよるほどそのブランドの技術みたいなところが見えてくる、雲上ブランドのドレスウォッチその見本のようなデザインだと思います。続いてはこちらです。トラディショナルトゥールビオンレトログラードオープンフェイス。やっぱりレトログラードなんですね。トラディショナルっていうのはもともとはパトリモニーコレクションの中に存在したものですね。パトリモニーが2004年に登場で、トラディショナルは2007年に追加されたコレクションで、当時はパトリモニートラディショナルという括りでした。で、そこからトラディショナルだけがこう独立したコレクションになったっていうのが2014年のことになります。まあ、なので先ほどのパトリモニー2004年でしょ、でトラディショナルが2014年ってことは、来年何かその周年で新しいものを出すための準備っていうのはもしかしたらあるのかもしれませんね。細かいところ見ていきます。こちらも公式の動画があるので見ていきましょう。まあ、デザインがやっぱりバシロンはすごいんですよ。トゥールビオンもただただ回してるっていう感じじゃないですよね。マルタ十字と呼ばれるブランドのロゴマーク、そのデザインを使ってトゥールビオンを回してるっていう感じになります。まあ、リューズにもその模様入ってますね。で、これが問題のオープンマーク、しっかり中が見える構造になっています。で、裏面もこうやってしっかり見えるんですね。裏からも表からもトゥールビオンの美しさ眺めることができると、そういった機構ですね。で、トラディショナルとパトリモニー、先ほどどういった関係かっていうところをお伝えしたんですが、トラディショナルっていうのはよりバシュロンの歴史を強く踏襲したモデルというふうに捉えていただければいいのかなと思います。それが強く見える部分っていうのはこの文字盤の一番外側ですね。レールウェイなんていうふうにも言いますけれども、ここがバシュロンコンスタンタの歴史のページを見ていただくと、これが創業当初1755年に作られた懐中時計のデザインです。ここ見ていただくと分かる通りですね。はい、こちらレールウェイ入ってますよね。それからこの後の作品、クロノメーターロワイエル1907年、これもですね、はい、こちらご覧いただいて分かる通り入ってますね。ということで、このレールウェイっていうのも実はバシュロンブランドとして大事にしているアイデンティティになっていると思います。これが今もしっかり使われているっていうところがトラディショナルの大きな特徴、大きくはないんですけれども守っている特徴になります。はい、そしてオーバーシーズから小さいモデル登場しています。4パターンですね。ゴールドのモデルとステンレスのモデル、4パターン登場しております。で、こちらはサイズがですね、小さいサイズになります。直径 34.5mm なので、男女どちらもつけていただけるサイズ感なのかなと思いますね。ステンレスの方も登場してますし、ダイヤセッティングのバリエーションも同時に登場しています。で、実はまだあるんですよ。これですね、レキャビノティエからこちら登場って言うんですかね。レキャビノティエっていうのはですね、実はその一点物のシリーズではないですけど、サービスの名前なんですよ。バシロンコンスタンタンはじめ相当昔からある時計ブランドっていうのは、もともとそのモデル名があって時計を作るって量産体制みたいな感じではなくて、オーダーを受けて作るっていう流れだったんですね。で、そのサービスを今も残しているのがこのバシロンコンスタンタンレキャビノティエというサービスになります。この中で新しく一つ公開されたのがこちらですね。デュアルムーングランドコンプリケーションの名前の通りです。グランドコンプリケーションで、今回これもレトログラードなんですけど、レトログラードデイトがついていて、これも公式の動画があるので見ながらいきます。はい、まずムーンフェイズです。ムーンフェイズはもちろんパーペチュアルムーンフェイズですね。真ん中にムーンフェイズがあるっていうのも斬新ですよね。
そしてこちらレトログラードですね。はい、こんな感じで曜日だの月だのこれが変更されていって、そして31日まで行くとレトログラード戻ります。そして月の表示、今12月から1月に変わりまして、ここ L って今変わりましたけど、これウルード氏の表記です。ということでパーペチュアルカレンダーであることが分かりますね。そして今ご覧になっていただいている通りゴングがついているということは、これミニッツリピーターもついてるんですね。とんでもない機構だと思います。そしてまだまだあります。これ背面も実は文字盤があるんですよ。背面には天体が刻まれていて、そして裏面からしか見えないここトゥールビオンです。ということはですよ、トゥールビオン、パーペチュアルカレンダー、ムーンフェイズ、そしてミニッツリピーターまで搭載しているっていうとんでもない機構なんですよね。しかもレトログラードでしょ？もう意味がわからないですよね。これブランドをやりたいよって言って当然できることじゃないです。これが作れる時計師さんというのは当然いないと無理ですし、それだけじゃ無理ですね。これを買ってくれる方がいないと当然作ろうとは思わない。作ろうとはならないわけですから、これを作ってくれっていう顧客を抱えている。これもすごいことですよね。やっぱり三大ブランド、雲上ブランドなんていうふうにも言われますから、我々一般的な時計ユーザーではこう、もう見ることすらできないようなものっていうのも、しっかりラインナップとしてあるわけですよね。実際ブランドの真骨頂はここだと思っています。はい、といったところで今回はバシロンコンスタンタンの新作ウォッチ&ワンダース2023をお送りさせていただきました。個人的にはこのオーバーシーズが面白かったですね。レトログラードとムーンフェイズをスポーツウォッチに入れてみようという試み、さっきも言ったんですけど、なかなか他のブランド探してもこれはないんじゃないかなと思いますし、普通にこの2つの機構スポーツウォッチに盛り込もうと思ったらもっと文字盤ごちゃっとしちゃうと思うんですよ。もっと見栄えが難しくなると思うんですよね。それができてしまうっていうのがこのオーバーシーズ、実はそのいろんな機構を詰め込んでもキャンパスとしてしっかり成り立つっていうところに、この時計のデザインの凄さっていうところがあるんだなと改めて感じました。はい、ということで他のブランドもこの後どんどん上げていきます。先に上がってるものもありますので、ぜひ一緒にお楽しみいただければと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。